どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、パニーさんも今日は登場なんですけど、今日はですねちょっとお知らせをさせていただこうと、はい、皆さんご存知の通りガズレレ生誕10周年イベント、今真っ最中でございまして、東京の2公演が、この間日曜日に大盛況で夢のような時間を過ごさせていただいて終了しまして、残すところ、5月19日大阪、梅田ジーラというところで、開催した後、最終日は5月20日の名古屋ボトムラインカフェというところで開催になりますというふうで、お伝えしたいんですけど、なんとこの2つのね、イベントはですね、もうチケット完売なんです、皆さん。ありがとうございます。はい。で、今日のお知らせはですね、その5月20日の名古屋最終日に、ちょっとしたイベントを、はい、そのガズレレイベントは夜、始まるんですけど、18時オープン、19時スタートなんですけど、その前の同じ場所で昼間の時間帯にですね、どなたでも参加できる無料イベントをやるよと、誰がやるんだと、ハニーさんがやるよということでございます。ハニーさんはちょっとまあ僕から紹介してさせてもらうと、YouTube チャンネル縫い物時間っていうのをやっていまして、ちょっと概要欄とかにも貼っときますけど、の縫い物時間でいろいろ手作りのね、縫い物をこう皆さんに簡単にできるよって感じでね、ガズレレみたいに縫い物を、やり方をね、こうシェアしてるんですけど、初めての、個展、まあ、展覧会。はいはい。じゃあちょっと説明してください。はい。動画でね作ったものとか、あとはまあこれまでにこう作ってきたものをちょっとね、こうリアルでね、実際にこう目で見ていただける機会があったら、まあ嬉しいなと思ってて、そう、結構たくさんあるんだよね。そうそうそう、可愛らしい機会がねちょっと出たれたっていうことなので、それをねフリーイベントっていう感じで出入り自由で、そう、何のチケットも入れないし、ある方はねぜひこうねちょっと本当にこう見ていただけると嬉しいなっていう、あのハニーさんにただ会いたい方もいいんです。あ、そうだね、はい。それで、その中で、結構、ボトムラインカフェっていう、まあ、その会場広いんで、同時開催で、そうなんだよ。Gラボウクレレのポップアップショップ開催オープンしますと、はい。では、その Gラボポップアップショップの詳細はですね、Gラボ、YouTube チャンネルで、ヨッシーとアッキーさんが今紹介動画を作っていてくれるんで、ちょっとこの辺のこことか概要欄にもその動画貼っとくんですけど、そこの G ラボポップアップショップはもちろん全てのウクレレのラインナップの思想ができると、お試しいただけますと。そしてあとですね、目玉企画としては、セミオーダーとかで、もじゃ、川上くんと直接オンラインでベトナムに繋いで、その場でですね、なんかいろいろ相談したり聞きたいことを聞けるという、そんなものがあると。あとは、G ラボで今開発中の、まだ世に出てないウクレレの展示があったりとか、しますので、ちょっとチケットゲットできなかったよという方も、昼間の時間帯、どなたでも参加できるイベントで、その縫い物時間っていうの G ラボポップアップショップに加えて、私とその G ラボの、ホームページとかね、いろんなものをデザインしてくれる、そう、ガズレレのホームページとか G ラボとかいろいろデザイナーの最初、青山さんとハニーさんがトークセッション、そうそう、トークをね、できればな、ステージの上でなんかいろいろ話すということですね。はい、そこはですね、ちなみにガズさんは多分、参加はちょっとしないと思うんですよね。まあ、その、ハニーさんの世界観とその G ラボをじっくり弾いていただこうということで、まあ、そのお楽しみは夜の部ということでなっているんですけど、縫い物時間なんかすごい、もうここに。これが、じゃじゃーん。こうね。すごいですね、これ。これ、毛糸でしょ？そう。これね、当日ね、なんかここでね、皆さんが来たよとかってね、写真を撮って、あ、インスタ映えするようなところで、嬉しいなって勝手に思ってるこの旗でございます。はい、はい、いろいろ準備を今すごいしてるんですよ。初めてのその、ね、展覧会というか。そうなんですよ。これ何ですか？これはね、もともとね、何もないの、ここに、ただの四角なの。あ、プリントはしてあるんでしょ？そうそう、プリントはしてあって、この紙は貼ってあるんだけど、このね、中にご自分で好きなものを、好きなね、刺繍をしていただけたらね、嬉しいなと思って、こういうものもね、これ販売するんですか？そうですね。なるほど。はい。まあその辺のことも、縫い物時間の YouTube チャンネルで紹介していると。はい、これからね、これも紹介する。紹介する。はい。それもちょっと YouTube チャンネルのね、縫い物時間とホームページに載ってくるんで。だからハニーさんにとってもですね、この今回のガズレレのね、10周年記念イベント最終日は、かなり初体験のモリモリがいっぱいで、なんか今、ここ最近ね、
その飲み物時間帯に向けてですね、まっしぐらで走っておりますということなんでございますけどもね、はいはい、どうですか、楽しみ？楽しみ、ちょっとね、ドキドキもするけど、あ、まあまあまあ、そうですね、うん、あのまあ本当お気軽に入場無料で、うん、何時から何時までですか？13時から15時はい、13時から15時の2時間はい、はい、縫い物時間店と G ラブポップアップショップと、青山ハニーの、うん、トークセッションが行われるよと、はい、でその後16時18時オープン、19時からガゼル生誕10周年ファイナル、うん、名古屋公演が行われるということになっております、はい、ということですね、はい、はい、そんなようなお知らせをさせていただきましたと。で G ラブポップアップショップについてはですね、そのさっきも言ったけど、うん、ヨッシーとアッキーが、うん、あの動画でね一生懸命解説、またあの不器用なんですよね、うんうん、その動画もぜひ見てください、あのここと概要欄に貼っとくけれど一生懸命このね動画をこうトライしてる感じが、はい、なんとも素晴らしいな、はい、思っておりますということでございます。はい、それではね、まあもうちょっとで大阪名古屋、ということなんですけどね、まあ、僕たちもちょっとそこに向けてまた、はい、もう本当あと少しだから、そうよ、ね、もう何日かもう何日かですからね、はい、はい、お会いできる方、お会いしましょう。まあ名古屋は本当どなたでも参加できるんでね、そうおすすめで昼間の時間帯ね、はい、うん、はい、で夜のガズレレイベントは大阪名古屋、もうどうやらいことになりますんで、お楽しみにしておいてください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、バイバイ。